はい、プレーボール、どうも野球人です。巨人の神龍馬引退へ、怪我からの復帰厳しく決断ということでございまして、巨人のですね、野上投手が引退されるということが発表されました。やはりですね、肩の状態っていうのが思わしくないみたいでしたね。まあいろいろねお話しすることはあるんですが、まずは記事から見ていきましょう。はい、巨人の神が今季で引退へ。巨人の神龍馬投手34歳が今季限りで現役を引退することが25日分かった。今季は9試合に登板し、0勝1敗1セーブ、防御率 1.65 と安定した投球でチームに貢献したが、5月18日の広島戦で右肩痛を発症。約5ヶ月間必死にリハビリを続けたが、回復は難しく引退を決断した。近日中に正式に発表される。絶望的な怪我から一度は復活した。19年10月フェニックスリーグの試合中に左アキレス腱を断裂、同月に手術を受けた。同手術から復帰した投手の前例は少ない中、懸命のリハビリを経て、昨年6月の楽天との2軍練習試合で240日ぶりに実戦に復帰。昨年はですね、自身初の1軍登板なしだったが、今季は605日ぶりに1軍に戻った。中学時代は控え投手だったが、進学した、神村学園高校で花開いた。練習試合はバス1台で全国各地を転戦。投手は野上ほぼ1人で感動を重ねる中進化した。初出場だった3年春の選抜で準優勝、決勝で敗れた夏の大会は右肘痛を抱えながら投げ抜いたと。150キロの速度なくても多彩球種と丁寧にコーナーや低めにボールを集め、2度の2桁勝利を挙げ、打者を観察しながらクレバーに勝負。プロ13年間で通算254試合に登板し、58勝63敗4セーブ、防御率 4.03 の成績を残した。元モーニング娘。で妻の理科夫人、2人の息子と共に新たな道に進むということでございます。はい、ということで野上選手ですね、怪我がねやはり多かった選手でございました。巨人に来てからね、それが特に顕著だったんですけれども、まあね、34歳っていう年齢もね、まだまだやれそうな感じもあるんですけど、やっぱ肩の怪我っていうのはね、それほどピッチャーにとっては大きいものだったのかなというふうには思います。はい、ではですね、野上選手詳しく見ていきましょう。はい、では見ていきます。野上龍馬選手、プロ13年目の選手です。出身中高学園、1987年6月15日生まれ、34歳、177センチ、77キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2008年ドラフト2位指名で西武ライオンズに入団します。年俸は今シーズンは3000万円。西武ではルーキーから先発中継ぎと共に活躍。4年目の2012年に8勝を挙げ、翌年には初の規定投球回をマーク。その後活躍し、2017年に西武から巨人に移籍。先発ローテーションとして期待されていたが、思うような成績が残せず、2019年にはアキレス腱断裂を負い長期離脱。今季はリリーフとして復帰しておりました。はい、野上選手ですね、まあ、今季はリリーフとして活躍を見せていたんですけれども、やはりですね、そこも5月に怪我で抹消ということでございましたので、アキレス腱からね復帰して本当にいいピッチングっていうのはできていたんですよね。ストレートもキレッキレで、制球も抜群と、まあ、故障者がですね結構多かった巨人、からすればですね、この野上選手の存在っていうのはかなりね助かった一面もあるんですけれども、ではその成績というところもねしっかりと確認していきましょう。はい、成績見ていきます。通算成績はですね、254試合で58勝63敗15ホールド4セーブ、1008.2イニング、623奪三振、311四球被安打、1020、防御率 4.07、 ウィップ 1.32、 奪三振率 5.56、 四球率 2.77 という成績です。通算で見ても分かる通りですね、非常に制球力のねいいピッチャーということが分かります。はい、そして今シーズン2軍ですね、成績見ていくと、4試合で1勝2敗、23.2イニング、24奪三振、3四球被安打、16防御率、3.04、奪三振率が 9.13、 四球率 1.14 という成績です。はい、まあ、2軍ではね先発をこなしておりました。まあ、ここもやっぱ状態が良さそうでしたね。で、1軍に上がってですね、9試合で0勝1敗4ホールド1セーブ 16.1 イニング15奪三振、6四球被安打、8防御率 1.65、 ウィップ0.86、奪三振率 8.27、 四球率 3.31 という成績です。はい、というわけで、まあ、1点台、しっかりね、中継ぎとして、まあ、プレーしてくれました。まあまあよく言われるんですけど、酷使でってね、まあ、今シーズン投げすぎじゃないかっていうふうには言われるんですけど、
まあそうとは思わないですね。9試合で 16.1 イニングっていうのはまあちょっと多いなっていうのもあるんですけれども、まあ、先発もしてましたし、投球感覚っていうのもそれほどね、まあバンバン投げていたわけではないので、やっぱね、肩がどちらにしろ限界だったのかなっていうふうには思います。はい、そしてですね、巨人ではわずか5勝に終わってしまったということで、なかなかね、厳しい FA だったかなっていうふうには思うんですけれども、それでもね、最後の最後に、しっかりと、まあ、いい球をね、投げることができて、リリーフとして貢献して、こうやってね、引退する時にはですね、惜しまれる声っていうのも結構聞こえてきますので、そういう意味ではね、今年しっかりと1軍で投げれたっていうのは、まあ、引き際にもね、良かったんではないでしょうか。はい、というわけで、まあ、野上選手が引退ということなんですけれども、巨人の支配下枠というところもね、見ていきましょう。現在ですね、引退発表されたのが巨人3名いらっしゃいます。亀井さん、大竹さん、野上さんということで、まあ、いずれもですね、ベテランの選手ということでございました。この3名が引退、さらに戦力外がですね、すでに松井選手が発表されておりますので、まあ、4名ですね、もうチームを去ることが決まっております。で、ドラフトでですね、試合下で7人取りましたので、まあ、今現在試合下枠的なところで言うと、まあ、73人にね、ドラフトを合わせたらなるわけですよ。で、巨人の構想からすればですね、まあ、大体62人から3人ぐらいまでおそらく減らしてくるというふうには思いますので、そうなると、まあ、10人ほど、まあ、10人以上ですね、戦力外になるということはね、言えるかなというふうに思います。まあ、何名かはね、おそらく育成再契約っていう形になるんですけど、残りのほとんどっていうのは普通にリリースされてしまうのかなというふうには思いますので、これもね、厳しい決断かなというふうに思うんですが、しないといけないことなんですよね。で、第一次戦力外というのは11月の5日まで延長されることが決まりましたので、まあまあ、この期間中であればまだまだ気は抜けないと。で、これが終わってもですね、日本シリーズ、終わった後にですね、第二次戦力外というのが待っておりますので、まあ、誰がリリースされるのか、まあ、誰が残るのかというところもね、非常に気になるところではあるんですけれども、またね、そちらも発表され次第しっかりとお伝えしていきたいと思います。では最後ですね、野上選手の引退に関して、ネットの声を見て終わりたいと思います。はい、ではネットでの反応を見ていきましょう。ワンチャンセーブ復帰とかあるかなと思ったけど、肩の毛がきつかったかな。アキレス腱の怪我から戻って一瞬でも輝きを見せてくれたのは嬉しかった、お疲れ様でした、ということですね。そうですね、アキレス腱やった時はもう終わったかなっていう風にね、正直終わってしまったんですけれども、でそこからね、見事復帰して、まあ、9試合ではね、1軍ではあったんですけれども、いいピッチングを見せてくれたので、まあ、やっぱ思い出にはね、残った選手かなっていう風には思います。で、セーブ復帰もね、まあ、ありえない話ではなかったんですけど、やっぱ肩の怪我っていうところで、まあ、本当にね、投げられない状態っていうことを自分で判断したのかなっていうふうに思いますので、そういう意味では本当に限界だったのかなというふうには思います。こちら見ていきましょう。これ言っていいのかわからないけど、プロ野球で FA 移籍して活躍って限られますよね。特に投手主力、野上引退とか西武にいた方がもっと活躍していたと思うということですね。まあ、難しい話ですね。やっぱ FA で活躍するっていうのは結構ハードルもね、高くなってるかなっていうふうに思いますし、もう全盛期をね、過ぎてしまっている選手っていうのも何人かいて、そういう中でね、まあまあ本当に活躍するっていうのは難しいですし、まあ、活躍すればですね、やっぱそれなりの、まあまあ恩恵っていうのは受けられるんですけど、しない場合はですね、やっぱ残っていた方が良かったんじゃないかってね、いうふうに言われるのは仕方ないかなと。野上選手もね、巨人来て5勝しかできてませんので、まあそうですね、西武にいた方がもしかしたら、まあそうですね、生涯賃金的にも上だったのかなというふうに思ってしまいますので、まあこればっかりはね、仕方ないことなので、 FA っていうのは選手の権利なので、まあ使うか使わないが自由なんですが、その責任っていうのも選手に、まあ一任されるということでございますので、まあこれからね、またシーズン終わって FA 権使う人っていうのはいるんですが、まあその決断っていうところもね、要注目かなというふうに思います。では今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。